皆様こんにちは、リシュル経営の曽根です。鈴木です。3月ですね、フェアを行うこととなりまして、緊急告知とさせていただきます。3月ですね、もともとフェアが行わない予定だったんですよね。はい、はい、なぜフェアを行う運びとなったでしょうか。はい、実は毎年イベントを行っておりまして、楽しみにしているお客様から3月ってないのっていう声がすごく多かったので、今回みんなで3月のフェアやっぱりやるってことになりました。なるほど、はい、そして肝心のフェア内容ですが、全部3月といえば、はい、花粉症ではないかさすが、はい、ホワイトデーですね。そうなんですよ、はいはい、ホワイトデーはですね、もうお世話になっている方に愛を込めてというイベントじゃないですか。愛を込めて、はいはい、なので、はい、今回はですね、こちらの、はい、チョコレートをご用意させていただきました。はい、こちらベルギー産で有名なベルアメールです。はい、こちらのチョコレートの方を当日ですね、皆様に選んでいただいてお召し上がっていただきたいと思います。全部こちらの方食べたことあるんですよね。はい、特別な時に食べたことがあります。こちらでも何がって言ったら、まず種類が豊富なんです。すごい種類が多いですよね。はい、なのでこの色とりどりの中からどうしようかなって迷う時間がすごくかかっちゃいます楽しみですね。はい、はい、でもこの中だったらどれ選びますか。どうしようかなってすごく迷っちゃうんですけど、はい、やっぱりこれかな。専務らしいですね。当日はたくさんの中から選んでいただきます。お楽しみに。そしてジュエリーなんですけど、はいはい、今回ですね、コーディネートを、はい、テーマに、はい、行うじゃないですか、はいはい、なんかこう専務今日つけているもの、はい、コーディネートしていただいたんですよね。わかります。はい、なんかポイントありますか。はい、なかなか皆さんフォーマルな時のジュエリーの印象が多いんですけど、今日はちょっとカジュアルテイストで選んでみました。春なのでちょっと緑とブルーのカラーも入れて、そしてやっぱり真珠の白を入れたポイントで、実は指輪も一緒に耳とコーディネートしてます。素敵ですね。なんかこういったなんかこうコーディネートってすごいお客様の声があるじゃないですか、はい、このジュエリーだとどんな服装が似合うとか、このジュエリーだとどんなものがさらにプラスでかなっていう、まあ、今回はあれですよね、そのコーディネートを楽しんでいただけるようなジュエリーがたくさん来るんですよね。はい、はい、当日は私たちスタッフが皆さんによりつけていただきやすいようにコーディネートコーナーを作ろうと思ってます。はい、なのでいつもよりも2倍3倍ご試着を楽しんでいただけたらなっていうフェアにしたいと思っています。当日はあれですよね、せっかくなので、はいはい、皆さんにお持ちのジュエリーも持ってきていただきまして、はい、そこでプラスアルファで、はい、なんか楽しんでいただけたらなと思います。実は今日の私のコーディネートも皆さんがきっと手持ちでお持ちの、実はフォーマルの真珠の一連とイヤリング、なるほど、はい、そのイヤリングを使用しながらカジュアルなテイストの、こちらのロングなんですけど、はい、でも今日はちょっと二連にしてみました。あ、なるほど。なのでちょっとワンピースなので、はい、ロングの一連をして、もちろんこの真珠でもまた2つの顔が楽しめるんですね。はい、素敵ですね。はい、そういったコーディネートをたくさん皆さんに当日紹介できたらと思っています。はい、3月3日、はい、4日、5日の3日間開催となります。はい、はい、ぜひベルギー産のチョコレートを召し上がっていただきながら、ジュエリーのコーディネートを楽しんでいただければと思いますので、ぜひ皆様お越しくださいませ。お待ちしております。